1年ぶりか。長いようで意外と短かったな。ベニマルもダイモンも元気そうでほっとしたぜ。もっともお前らが相手じゃ怪我や病気の方で避けてってくれるだろうがな。お前に言われたくはないね今日で。どうだ、1年間の修行の旅の感想は。ああそうだな、まあ結果はキングオブファイターズの試合で見てくれよ。自信ありげじゃないか。ところで招待状の差出人なんだけどよ、ちょっと気にならないか。あるか。気なくせえよな。やつはルガールは確かに前のキングオブファイターズで空母と共に自爆したはずだ。生きてるわけがねえ。分からんぞ、そう簡単に通れるようなやつではない。ルガールの他に思い当たる人物もいないしな。今度もまた楽しい大会になりそうだぜ。参加メンバーもほとんど前回と変わってないようだしな。それだ、その参加者についてなんだけどよ。新しい参加チームについてか。何かお前といわくありげじゃないか。八神伊織だっけ。ああ、やつとはいずれ決着をつけなきゃならねえと思ってたんだ。いい機会だからよ、660年間の型を俺がこの手でつけてやるぜ。八神の野郎、のんきにしてられんのも今のうちだ。お前もいろいろ苦労が絶えないな。ま、俺らは思う存分戦うだけだな、ダイモン。むしらと戦えぬのは残念だが、俺様の活躍を見て美しいお嬢さん方がポーッとなるところが今から目に浮かぶぜ。優勝したら超有名人だな。勝手に何でも言ってろよ。よそ見ばっかしてサクッと負けたりしないようにな。足引っ張られるのはごめんだぜ。はいはい、この二階堂ベニマルにお任せあれ。今日もダイモンも出番なしで優勝してみせるぜ。お前本当に1年前と変わってねえな。お褒めに預かり光栄です。誰も褒めてねえよ。とにかくまあ今度の大会もいろいろあるけどよ、よろしく頼むぜ。うん、あ、Mm-hmm.
今回もひでえ目にあったぜ。ま、親父のことはいい。あれくらいのことじゃ絶対やられやしないだろう。どっかでのほほんとしてるさ。それよりもやつだ。八神の野郎がついに表に出てきたからには黙っているわけにはいかねえ。俺が草薙である以上な、本物の炎を喰らいやがれ。ファイターズの招待状か。きっと父さんやロバートのところにも届いてるんだろうな。前回はその筋で名の売れた奴らと対戦できていろいろ楽しかったからな。今度も期待しよう。しかし世の中には変わった武術を使う奴もいるもんだな。日本のあの炎を操る草薙京って奴は強かったな。俺を呼んだかい。草薙京、やっぱり極限流の奴らにも招待状が届いてたか。もちろん参加するだろ。ああ、優勝はいただくぜ。極限流からとの強さをしっかりと見せてやる。俺とロバート、
そして父さんの3人でな。タクマ坂崎か。俺の親父と知り合いだったよな。草薙の親父さん？草薙最終か。ルガールと戦って倒れたはずだがな。俺は信じちゃいねえ。絶対生きてると思うぜ。あの親父がそう簡単に死ぬわけねえよ。だといいな。うちの父さんを見てても思うけど、最近のあの世代は元気だからな。きっと大丈夫だぜ。そうだな。その元気な親父さんがメンバーなんだろ。極限流も侮れないな。大会の主催者がルガールらしい。となったら黙って見てる親父じゃないよ。かなり無理をしてるんだがな。ルガールのやつ、またなんか悪だくみしてやがるんだぜ。おとなしく海の藻くずになっちまえばいいのによ。おかげで周りが想像しくっていけねえ。だが、そのおかげでこうしてまたみんなと戦うことができる。日本の3人には負けないぜ。そりゃこっちのセリフだ。俺の炎で火傷するなよ。ああ、今度の時は戦う時だな。腕を磨いて待ってるぜ。Yeah!
になっちまった。父さんは引退するって言ってるけど、ますます元気に極限流道場を切り盛りしそうだぜ。結局今までと何にも変わってないような気がするな。やつからキングオブファイターズの招待状だ。ルガールは死んだはずだし、ギースの仕業じゃないってのもはっきりしてるしよ。一体どういうことだ。おまけにビリーカーンも出場してるっていうじゃねえか。それも相当できるやつとチーム組んでるらしいな。テリー・ボガードか。誰だお前。結構敵意むき出しって感じだぜ。お、格闘やってんな。あいにくこっちはお前のことなんて知らねえがな。名前くらい名乗ったらどうだ。お前に名乗る必要はない。なんだと、やる気か。ちょうどいいや。キングオブファイターズの肩慣らしだ。どっからでもかかってきやがれ。死に急ぐか。それもよかろう。テリー・ボガード相手になるぞ。ほう、炎を操れるのか。わかったぞ。お前ビリーと組んでる矢神伊織だな。どういうつもりか知らねえが、相手にとって不足はねえぜ。かかってこいよ。気が変わった。お前の相手はビリーカーンがするだろう。俺の目的は草薙京一人だからな。草薙か。あいつ桁外れに強いぜ。お前ごときにやられるわけねえよ。知ったような口を聞くな。あまり目障りだとこの場で息の根を止めるぞ。やれるもんならやってみろってんだよ。こっちだって伊達や水郷で格闘をやってきたわけじゃねえぜ。帰り討ちにあって後悔しても知らねえぞ。お前がやられりゃビリーカーンのやつも泡吹くだろうよ。せっかくだが、俺はやつのことを仲間だなどと思ったことはない。やつの方も同じだ。ちっ、なんてやつだ。今度会う時は命がないと思え。くそー、あんなのまで出場してるとなりゃ、ますます危ねえ戦いになりそうだぜ。こりゃ気を引き締めていかねえと、ほんとこっちがやられかねないぜ。アンディやジョーにも言っとかねえとな。おっと、俺もうかうかしてられねえな。大会に向けてトレーニングでもするかな。Yeah!
ビリーカーンは倒したが、奴の後ろによくねえ気配を感じるぜ。こういう時の俺の勝手当たるんだよな。ま、誰がかかってきても俺は戦うだけだ。へっ、どっからでも来いよ。Thank you.
ダルフ、クラーク、キングオブファイターズのことだよ。はっ、分かっております。今回の特別任務も危険なことになりそうだ。ドガールが生きていることはまず間違いない。前回同様、いや、それ以上に何度も命が危うくなるかもしれんぞ。もとより覚悟の上です。それに我々がそう簡単に倒れるわけはないではありませんか。クラークの言う通りです。どんな奴が来ようとも蹴散らしてやりますよ。さすがに頼もしいな。お前たちになら安心して背後を任せておける。はっ、光栄です。それにしても隊長、今回のルガールの目的は何なのでしょうか。わからん。だが奴が生きている以上、何かしらの企みでキングオブファイターズを開催すると思っていいだろう。しぶとい野郎だぜ。空母と心中したんじゃなかったのか。あの爆発で生き残るとは一体どんな手段を使ったんだ。そのあたりも今回の任務で明らかになるだろう。重ね重ね言うが、油断は禁物だぞ。この大会はわからないことが多すぎる。いつ何時どのような危険があるか何一つわからないのだ。はっ、我が部隊の名誉にかけて今回の特別任務もきっと成功させてみせます。お任せください。サンドラ、クララ、今度こそ安らかに眠らせてやろう。ダルフ、クラーク、ただいまより特別任務を遂行する。了解。了解。ルガール、覚悟しておけ。Yeah!
ついたな。長い戦いでしたね。今度こそ完全にルガールはだといいがな。奴のことだ。どんな手を使ってまた蘇るか分かったもんじゃないぜ。その通りだ。だが今回の任務はひとまず終了した。ご苦労だったな。はっ。では舞台に戻りましょう。サンドラ、クララ、今度はゆっくり眠れそうだな。チャイナボーイ、お友達をお探しかな。なんや、なんでここにおるんや。ついでに言うとくけど、アテナは俺の彼女やで。ただの友達とちゃうで。へえ、じゃあ1年でちょっと進展したんだな。やるじゃないか。まあな。なんで目をそらすんだ。はは、わかったぞ。お前の方が一方的に彼女ちょっと思い込んでるってパターンだろ。ドキ、そんなことあれへん。アテナだって俺のこと。何やってるのケンス。あら、ベニマルさん、こんにちは。どうしたんですか。いや、このケンス君がアテナちゃんと。わあ、やめんかい。はよ、どっか行け。はいはい、お邪魔虫は消えるとするかな。まあ、大会で会った時は容赦しないから、そのつもりでいろよ。じゃあアテナちゃん、またな。はい、お互い頑張りましょうね。アテナ、いや、さっきのことは実は。これから厳しい戦いに挑むのに気を緩めてちゃダメじゃないの、ケンス。いや、違うんや、アテナ。さ、お師匠さんが呼んでるわ。修行に戻りましょう。アテナ、何か言いたいことがあったらキングオブファイターズが終わった後で聞いてあげるわ。行きましょう、ケンス。待ってえな、アテナ。くそ、なんでいつもこうなるんや。どうした？どうした？上空弾だ！上空弾だ！どうした？早く！
邪悪なエネルギーの暴発なんて、どうして自分の手に余るほどの力を操ろうとするのかしら。自ら王も滅ぼしてしまうのに。人間いうのは欲張りなもんやな。でもな、ああいうやつばっかりやないで、まともな人間だって行さんおる。だから頑張ろうな。そうね、頑張ろうね、ケース。今日の修行はそろそろ終わりにしよう。
明日からはこの練習メニューにランニングをプラスする。いえ、これ以上修行したら死ぬでやんす。まったくだ、俺はもうこんな毎日ごめんだぜ。二人とも何を言っている。そんなことでは大会の優勝など夢の話だぞ。キングオブファイターズの招待状が届いてからもう毎日修行修行で嫌になるでやんす。それも大会で優勝するまでの辛抱だ。優勝できりゃまた R って旦那に会って、仲間にしてくれるように頼むでやんすね。なんてナイスなアイディア。そうすりゃこんな毎日とも おさらばだ。おい、どうした、何をこそこそ話してるんだ。まただその相談か。めそうもないでやんす。いや、キングオブファイターズで優勝できる日が待ち遠しいでやんすよ。そうだよな、優勝できたらもう修行なんてしなくていい。違う、早く修行の成果を試したいぜ。おお、二人とも気合が入ってるな。この一年無駄に過ごしてきたわけではないようだな。この分ならもう悪に手を染めることもなくなるのかもしれないな。その通りでやんす。すっかり真面目になったでやんす。狙いは優勝だ。二人ともよく言った。君たちの熱意に私も応えてやらなくてはいけないな。よし、明日からはランニングだけじゃなくて全ての練習量を倍にしよう。きっと優勝させてみせるぞ。え？なんだって倍の修行だって？世界の強豪と拳を合わせるんだ。倍どころか3倍の練習でもいいくらいだぞ。やだ、もう修行は嫌だ。優勝なんてできなくていいんだ。ジャンの旦那、どこへ行くでやんすか。ダメでやんすよ。優勝しないと R の旦那に会えないでやんす。 R に会うだと？あ、ちょっと待て、それとも R に会うとはどういうことだ。こら、待て。
開始。レディーゴー。司令。やっぱり骨折りぞって気がするでやんす。はあ、俺たちこのままキムの旦那に連れられて一生修行で終わるような。はあ、さあ2人とも今回の結果に満足せずにさらなる成長を目指して修行に励むんだ。はい。優勝を狙わせてもらうわよ。お兄ちゃんやロバートさんには絶対負けないんだから。私だって同じチームに入れなかったこときっと後悔させてあげるんだから。アンディ、二人とも落ち着いて。冷静さがなくっちゃ格闘はできないよ。うわぁ、キングさんって大人だ。こんな素敵な店経営してるし、やっぱり年上だから頼りになっちゃう。そうよね、私周りに年上の女の人ってあんまりいなかったから、なんだかキングさんってお姉さんみたい。私も男の人しか家にいないからお姉さんって憧れてたんだ。いいわよね、お姉さんって。というわけで、美人でスタイル抜群でやり手で頼りになるキングさんに私たちのお姉さんになってもらいましょう。ちょっと二人とも、なんでそうなるのよ。キングオブファイターズに向けて今までよりより固い絆で結ばれなくちゃ。そうよ、だからね、私たちは三姉妹ということにしようよ。お揃いのコスチューム着てね。私舞さんの衣装はちょっと自信ないな。大丈夫よ、ゆりちゃんならきっとよく似合うわ。キングお姉様も素敵よね。なんで私まであんたたちに付き合わなきゃいけないんだ。チームは組むけどそういうのはごめんだよ。本当に言っとくけど、遊び気分で大会に出るのはやめておくことだね。いやー、お姉様が怒ったわ。でも素敵、ますます頼りになりそう。もうあんたたちにはついていけないよ。たった3つ4つの年の差でジェネレーションギャップ感じてどうすんだ。はあ、この先が思いやられるな。まあ、頑張っちゃうから絶対優勝しようね。もちろん。はいはい、きっと優勝してみせますとも。はあ、パワー！
実感湧かないな。さあ次の大会も頑張ろう。わあ、また一緒に戦ってくれるのね、キングさん。今度も私たちが余裕っちっていただきだね。ユリもマイもしっかり修行しといてね。任せて。私だって負けないわよ。お前の命もここまでだ。660年にわたった矢神と草薙の戦いもついに終わりを告げる。俺のこの手でな。好き放題抜かしてんじゃねえぞ。終わってんのはてめえの方だ、矢神。そう言って強がっていられるのも今のうちだ。草薙の炎がどれほどのものか見せてもらおう。
いつの時代も歴史を裏から支えてきたと言われる草薙一族の炎をな。所詮お前の操るのは落ちた炎よ。分家風情が随分立派になったもんだな。本家も分家もない、強い方が本物だ。今日そろそろ草薙も闇に沈んでもらおう。伝説と言われるのは我が八神だけでいい。目的のためなら手段を選ばねえ。てめえらのやり方にはほとほと呆れるぜ。オロチと手を結ぶとは、てめえには一族の誇りってもんがねえのかよ。誇り？そんなもの何の役に立つ。誇りだとか名誉だとかのために滅んでいった愚かな一族がどれだけあったか知らないのか。もっともお前の草薙もその愚かな一族の仲間入りをするだろうがな、近いうちに。分かったような口を聞くなよ。弱い犬ほどよく吠えるってな。てめえの地面に這いつくばる姿が目に浮かぶぜ。汚ねえ炎に焼かれるほど俺は甘かねえぞ。八神、本物の炎を思う存分味わわせてやるぜ。今日660年の復讐の日はお前が思っているよりずっと激しいのだ。甘いのはお前の方だ。八神の力を見くびるとどうなるかわからんぞ。死んでから後悔はできんからな。そういうセリフは勝ってから言えよ。てめえの方こそ草薙を見くびんな。お前の草薙の最後をこの目で見るのが楽しみだな。いつでもかかってこいよ、八神。楽にしてやる。イオリ、バーサ、ハイシャ、レディー、ゴー！司令官、まだ。
我が八神一族の力を手に入れようとは思い上がりも甚だしいな。この力は一族のみに許されたもの。どんなに望んだところで八神以外には扱えん。今回は命拾いしたな。次に拳を交えることがあったら、その時こそお前の最後、草薙が途絶えるとき。のパワーとはなんと強力なのだ。これでわしは草薙の力、そしてオロチ一族の力の両方を手に入れたことになる。最強の力を手に入れたのじゃ。最終の人間兵器としての仕上がりがなかなかのものだな。この私もオロチ一族のパワーを手に入れ、新たに蘇ったのだ。最強にして最高の力をな。キングオブファイターズに参加している諸君、さあ早く私のところまで来たまえ。歓迎するよ。Let's go.
ルガールの野郎、オロチ一族の力に目をつけるとはなかなか抜け目ないやつだぜ。だが所詮はサルマネ、オロチの血を受け継いだものでなけりゃあの膨大なエネルギーは扱えねえよ。それにしてもヤガミか、とうとう出てきやがったな。ヤガミが表立って動き始めたからには俺たち草薙一族は黙っているわけにはいかねえ。歴史は繰り返されるっていうがよ、今度も草薙と八神の戦いが始まるってわけだ。格闘技の大会だの試合だのとはわけが違う、本当の命を懸けた戦いがこれから起こるんだ。660年も昔から争ってきたのに肩がつかねえんだからよ、そりゃあどちらも相当の力を持った一族だってことは間違いねえ。だが俺は負けねえ。はるか昔からの因縁、きっちり型をつけてやるぜ。俺の草薙の紅の炎でな。八神伊織、覚悟しておけよ。今回のキングオブファイターズもすごかったな。ああ、この技を見ろよ。みんな大会のために修行してたんだな。これからは俺様もちょこっとだけ修行するかな。なんだお前、ろくに修行したこともないのか。
呆れたな。そんなことだから俺に負けたんだよ。天才は何にもしなくても強いもんなんだよ。口ばっかりにならないように気をつけろよ。ところでベニマル、次の大会も開催されると思うか？さあね。ま、とりあえず次に向けて頑張っておこうかね。そうだな。お前と戦うかもしれないしな。そん時は手加減しろよ。俺様が天下の草薙京に勝って一躍有名になるんだからよ。やなこった。勝負はいつでも真剣だぜ。ちっ、わかりました。ようだ。何にしても次だな。頑張るぜ。そうだな。